みかんの木、山本周五郎作。スケナー子はお金に恋をした。スケナー子は大腸丸の水夫であり、お金は大腸の缶詰工場へ貝を剥きに通う雇い女で亭主があった。この土地で恋といえば、沖の100万坪にあるのりすき小屋へ行って寝ることであった。そんな手間をかける暇がなければ、裏の空き地の枯れ足の中でもいいし、夏なら根戸川の鼓でも、妙見堂の境内でも、消防のポンプ小屋でも用は足りた。実際のところ、のりすき小屋まで寝に行くのは、よほど二人がのぼせ上がっているか、行き過ぎた声を抑えることのできない女との場合。土地の人たちの間で、そういう癖のある五人の女性の名が公然と話題になっていたが、などで彼らの意見によれば、そんなに手間暇をかけるほど珍しいことでもアメージャーというのが常識であった。スケナー子はそうではなかった。彼は中学生が女学生を恋するように、純粋に、初心に恋していた。大腸丸で沖へ貝を積みに行っている間、彼の胸は常にお金を思うことで痛み、その目にはお金の姿。工場の古びた建物の前で、大勢の女や老婆たちと並んで、巧みに貝を剥いている姿が絶えず現れたり、消えたりするのであった。大腸丸の水夫は三人で、船長の荒木さんは別に家庭を持っていたが、園児さんの正山さんと水夫たちは工場の中にある小屋に住んでいた。スケナー子は自分の恋をひし隠しにし、誰にも気取られないように最高の抑制を保ち続けていたが、ある夜半、寝言にお金の名を呼んだのを、隣に寝ていた二人の水夫に聞かれて、せっかくの努力が無駄になってしまった。ゆんべが初めてじゃねえぞ、と水夫の一人が言った。おんだら何遍も聞いているだ、なあ、おうよ、と他の水夫が言った。名前をはっきり言ったな、ゆんべが初めてだっけ。ずっと前から何遍も好きだ好きだって寝言を言っていたっけだ。お金さんと先の水夫が両手で自分の肩を抱きしめ、身もだえしながら作り声で言った。ほら、おめえが好きだ、死ぬほど好きだよ。スケナー子はこわばった顔でそっぽを向き、手の甲で目を拭いた。彼は死んでしまいたいと思った。もしできることなら、その場で二人を半殺しの目に合わせてやりたかった。しかし彼は痩せているし、背丈も五尺とちょっとしかない。他の二人はどちらも彼より肉付きが良く、はるかに力も強かった。それは沖で貝を積むときや、工場へ戻って積み下ろしをするときなどでよくわかっていた。彼は死んでしまいたいと思った。スケナー子は固い決心をし、お金の方へは目も向けず、貝を剥いている彼女の前を通るときには、まっすぐに向こうを見たまま、急ぎ足でほとんど走るように通り抜けた。彼はやがて機関士になるつもりで、仕事が終わった後はエンジンに関する本にしがみついて熱心に独学を続けていた。それらの本の大部分は荒木船長に借りたものであるが、中のいくさつかはディーゼルエンジンに関する本は自分で東京の神田へ行って買ったものであった。彼は夜の12時前に寝たことはなかった。他の水夫や園児さんは毎晩のように飲みに出かけ、帰ってくると一輪花かサイコロ博打で夜更かちをした。
ごったく屋の女たちを連れ込んで、悪ふざけをしたり、博打や女のことで、取っ組み合いの喧嘩をしたりした。そういう騒ぎの中で、スケナー子は小屋の隅の方に、机を移し、両手で耳を塞いで、本を読んだり、ノートを取ったりするのであった。その十坪ほどの細長い箱のような小屋には、燭光の弱い裸の電球が天井から一つぶら下がっているだけである。隅の方へ届く光は、極めて微弱だったが、それでもスケナー子は本にしがみつき、帳面に目を押し付けるようにして、ノートを取った。周囲の人たちにとって、この独学は馬鹿げたことであった。そのくらいのエンジナーになるには、5、6年も船に乗って、実地にエンジさんのすることを見ていれば、それだけで立派にエンジナーになれるのに、現に2つの通船会社のエンジさんたちでさえ、多くはそのようにして機関士になったのである。お金のことでからかわれてから、スケナー子はすっかり人嫌いになり、ますます独学に熱中した。寝言の話はたちまち広まったが、そのまますぐに忘れられた。この土地ではどこの神さんが誰と寝た、などという話は過剰茶飯のことで、例えばおめえのおっかあが誰それと寝たぞと言われたような場合でも、その亭主は別に驚きもしない。おっかあだってたまには味の変わったのが欲しかんべえじゃ、とか、おらのお風呂でよかったら使うがいいべさ、というくらいのものであった。もちろんこれら亭主たち自身も変わった味をせしめているのであるし、また全部の人たちがそんなに独属しているというのでもない。裏かすでは娘も女房も野放しだとはっきり土地の人たちは言っているが、それでも嫉妬深い人間もたまにはいて、時にすごいような騒ぎの起こることも幾度かあった。スケナー子の場合には、寝言で恋の告白をしたというだけだったから、ほんのお笑い草として忘れられてしまったが、傷ついたスケナー子とお金とは、それぞれの立場で忘れることができなかったようだ。初夏のある午後、二人は寝戸川の土手で初めて話をした。その日は工場が休みで、スケナー子は昼飯の後、本を2冊持って土手へ行き、若草の伸びた斜面に腰を下ろして本を開いた。読んで行き、ページをくるが、何にも頭に入らない。活字の列はただ素通りするだけで、一行を読むごとにきれいに切れてしまう。彼は音読もしてみた。一句ずつ指で押さえながらやってみたが、やっぱり同じことで、いくら繰り返し読んでみても、何一つ頭に残らないのであった。そこへお金が来た。彼女はスケナー子の後をつけてきたのだ。前から彼の様子を見ていて、自分の方からきっかけをつけなければならないと悟り、その日、ようやく機会をつかんだのである。あら、スケさんじゃないの、とお金はいかにも意外そうに呼びかけた。こんなところで何してるの？あら、勉強ね。スケナー子は本を閉じ、振り向きもせずにじっと固くなっていた。彼は全身が火のように熱く、心臓が喉まで飛び出してくるように感じた。お金は斜面に降りてきて、彼と並んで草の上に腰を下ろした。すると甘酸っぱいような女の体臭とおしろいの匂いとが入り混じった生温かい空気が彼を包み、彼は頭がクラクラするように思った。もう春もおしまいだね。お金はその言葉の品の良さに自分でうっとりとなりながら言った。
水の流れと人の身はって、はかないもんだわね。日の傾いた空には薄いもやがあって、根戸川の広い水もは波もなく、まるで眠っているように静かだった。温められた土の蚊や若草の匂いがあたりに漂っていい、対岸からの若い足の茂みでは、時々けたたましく小鳥の騒ぐ声が聞こえた。ケケチカシラとお金が言った。まだケケチにしては早いかしら。見ると助直子は震えていた。青くこわばった顔をうつむけ、膝を抱えた両手の指をもみしだき、下唇をかみしめながら体全体で震えていた。お金は不思議な喜びを感じた。これまで一度も感じたことのない、ぞっとそうけ立つような快楽の旋律が突き抜けるように思った。私、あんたが好きよ、とお金は彼の耳にささやいた。あんた、吉野の乗りすき小屋、知ってるでしょ？知ってるわね。助直子は黙ってうなずいた。私、あんたに話したいことがあるの、とお金は続けた。今夜ね、7時ごろ、あそこへ来てちょうだい。来てくれる？ね？お金はそっと助直子の手に触れた。彼はピクッとなり、体を一層固くし、そしてお金の手に伝わるほど激しく震えた。お金はまたあの不思議な喜びの感覚に襲われ、助直子の手首をぎゅっと握ってからそれを離した。もうみんなが沖から帰ってくる自分だわ、とお金は言ってため息をついた。見つかると口がうるさいから、私帰るわ。世の中ってままならないもんね。お金はもう一度夜の約束をし、鼻歌を歌いながら去っていった。助直子は時間を計っていて、やがてそっと振り向いてみた。あまり長いこと同じ姿勢でいたため、首の骨がキクンとなり、首の筋がつった。お金はもうずっと遠く、白い煙に包まれている石灰工場の近くまで行っていた。あんたが好きよ。助直子は首の筋を揉みながら、お金の言った言葉を真似てみた。私、あんたが好きよ。彼の顔が歪み、目から涙がこぼれ落ちた。もう春も終わりだ。世の中はままならない。私、あんたが好きよ。水の流れと人の身は儚いもんね。それらの言葉が彼の頭の中で一つ一つはっきりと、この世のものとは思えないほど美しく聞こえた。それはほとんど純金の価値を持ち、純金の光を放つように思えた。おら、一生忘れねえ。助直子はそっとつぶやいた。どんなに年をとっても、死ぬまでもきっと忘れねえ。きっとだ。美しいものは壊れやすい。壊れやすいからこそ美しい、などというつもりはない。ここには美しいものはないのだ。逆に美しい感情がもてあそばれ、けがされるのであるが、助直子の受けた感動だけは美しく、清らかに、純粋であった。彼はその夜、約束の時間に、約束の場所へ行った。吉野は堀南の釣り船屋であるが、季節には海苔もやるので、弁天社の後ろに、すき小屋と干し場を持っていた。そこは、沖の100万坪の賭場口にあり、畑と荒れ地に囲まれ、
隣のすき小屋とは200メートルも離れていた。日の長くなる季節ではあったが、もうすっかり暮れてしまい、暖かい宵闇のどこからか、ミミズの鳴く声が聞こえてきた。お金はもうそこにいて、暗い小屋の前から彼を呼んだ。スケナー子は膝がガクガクするので、転ばないように用心しながらそっちへ行った。待たせるのね、あんた。お金はじれったそうに言った。女を待たせるなんて罪よ。憎らしい。お金は衝動的にスケナー子の手を握った。彼は狼狽して不器用に尻込みをし、握られた手を離そうとしながら言った。何か話すことがあるって？その声は喉でかすれ、言葉ははっきりしなかった。お金は含み笑いをしながら、握った手をもっと引き寄せた。土手の時よりも強く、おしろいと女の匂いが彼を包み、彼は目がくらみそうになった。そうよ、大事な話があるの。とお金はささやいた。中でゆっくり聞いてもらうわ。ね、ここへ入りましょう。おらーと言って彼は足を踏ん張った。世話を焼かせないで。それでもおらーと彼は口ごもった。いいから、とお金は荒い息をしながら驚くほどの力で彼を引き寄せた。何もおっかないことするわけじゃないじゃないの。たまには男らしくするもんよ。スケナー子の歯がガチガチとなった。お金は彼を小屋の中へ連れ込み、入り口の戸を閉めた。この市の柿小屋は入り口の三尺の引き戸に南京錠がかけてある。しかしその多くはグラグラで、鍵の必要はなく、ちょっと引っ張れば錠前ごと抜けてしまい、出て行く時には元のように差し込んでおけばいいのであった。あんたまだ震えているの？小屋の中からお金の声が聞こえた。さあ、そんなにしてちゃ窮屈じゃないの。この手をこうしなってば。ついで彼女の含み笑いが消えた。すけさん。と甘えた鼻声でお金が言った。あんたいくつ？そう、19なの。若いのね。嬉しい。お金はその時35歳であった。亭主のしっつぁんは飲んだくれの怠け者で、時たま思い出したように何かの雇われ仕事に出かけるが、丸一日働いたことがねえと言われていた。博打を打つでもなく、女にちょっかいを出すわけでもない。ただ酒を飲んで寝転がるか、ぶらぶら歩き回って無駄話をするだけである。言うまでもないだろうが、家計は稼ぎ手のお金が握っていて、しっつぁんは与えられる小遣いでやっているのだが、そんなものが長くあるはずはなく、彼はもっぱらおごってくれそうな相手を求めてぶらつき、またしばしばお金の男のところへ行ってねだった。お金は子を産まないためか、肌の艶もよく、浮気性の女に共通の生めかしさ、誘惑的な声と身振り、言葉よりずっと明確に意思を伝える目つきなどを持っていた。それは洗練されたものではなく、生まれつき身についたものであるし、実際にはこの土地ではそんな武器を使う必要は少しもなかった。お金尼にどれだけ男がいるか、本当に知っているのは亭主のしっつぁんだけだ。土地の人たちはそう言っていた。真偽のほどはわからないが、お金と寝た男は決まってしっつぁんの訪問を受ける。別に文句をつけに
来るのではない。相手の男を呼び出すと具合悪そうにもじもじして、いっぱい飲ましてくれねえかねえという。相手がいくらか出せばもらうし、ないよと言えばおとなしく帰るだけであった。スケナー子の恋は一月ばかり続いただけで無残に打ち砕かれた。ある夜、吉野の柿小屋の中で彼は怒りのために震えながらお金をなじった。彼はお金が他の男たちとも寝るということを聞いたのである。そんなこといいじゃないのと言って、お金はスケナー子を抱き寄せようとした。私が本当に好きなのはあんた一人だもの。浮気はままならないもんなのよ。スケナー子はお金の手を振り離した。そうじゃねえ、そうじゃねえ、彼は震えながら言った。男と女の仲はみかんの木を育てるようなもんだ。二人で一心同体になって育てるからみかんがなるんだ。お金さんのようにあっちの男と寝たり、こっちの男と寝たりすれば、せっかくの木になすびがなったり、かぼちゃがなったり、さつまいもがなったりするようになっちまう。おら、そんなことは嫌だ。バカなこと言わないで。そう言ってから、お金は急に送り出した。偉そうなこと言うんじゃねえよ。おめえだってオラのこと、オラの亭主から横取りしてるじゃねえか。何がナスビだえ？かぼちゃがどうしたってのさ。ふざけちゃいけないよ。そして、ひどい悪態をついた。美しく純粋な黄金の光を保つものが壊れた。スケナー子は自分を反省し、また独学に熱中し始めた。一度ならず死んでしまおうと思い、どこか遠い土地へ行ってしまおうと決心した。北海道かどこかの広い広い、はだら雪の人気もない荒野を頭を垂れ、打ちひしがれた心を抱いた自分が一人とぼとぼと歩いてゆく。こう想像するたびに、彼は一種の快感にさえ、浸されるのであったが、現実にそうする勇気は起こらなかった。無駄なことを考えるんじゃねえ。彼は机にしがみついて頭を振る。そんなことに気を取られて出世の妨げだぞ。そして他の水夫や園児さんの騒ぎから身を守るように両手で耳を塞ぎ、口の中で低く本を音読するのであった。その構造の A は原則としてスチーターとローターの2部分に分かれ、スチーターの主体は気筒であって、お金はもうスケナー子には目もくれなかった。工場の建物の前にむしろを敷き、他の女房や婆様たちと並んで、貝を向きながら陽気な声でおしゃべりをし、みんなを笑わせている。スケナー子が通っても知らぬ顔だし、彼を見たにしても、その目には何の表情も現れない。犬か猫でも見るような、全く無縁な目つきであった。しっちゃんも、スケナー子のところへは、訪ねてこなかった。けれどもそれから後、お金の相手の男にねだるときは、次のようなことをブツブツと言った。うふてえものはおめえ、二人でみかんの木を育てるようなもんだ。その他人の育てたみかんをよ、ただで取って食うて方はねえもんだ。そこでしっちゃんは、具合悪げに目をそらすのである。他人のおめえ、夫婦の育てたみかんの木になったみかんを食ったら、そのだちんくれ。払わなきゃ、
しょあんねえじゃ。みかんはなすびはかぼちゃと違うからな。こうして、しつもすっかり役者になったという噂が広まった。